桜塚やっくん、桜塚やっくん、桜塚やっくん、1976年9月24日から2013年10月5日は、神奈川県横浜市鶴見区出身の男性、お笑いタレント、声優、俳優、歌手である。以前は、ジャニーズ事務所に所属しており、本名の斉藤康夫で活動していた。日本大学高等学校。 日本大学芸術学部映画学科演技コース卒業。トップコートを退所後、個人事務所を設立。血液が旅があった。自ら立ち上げた日本女装協会会長を務めた。少年時代は、本名名義で、ジャニーズジュニアとして活動した。大学在籍時の19歳から21歳まで3年間、俳優、新藤英作主催の劇団無限で、 芝居の基礎を学んだ。大学卒業後、スクールジャカに入所し、1999年には、石井構造オフィス所属として、竹内幸介と、お笑いコンビ、暴れ、ヌンチャクを結成。ツッコミ、ネタによっては、ボケの、ヤックンとして、絵描きネタ作りを担当したが、2005年に、相方の竹内が声優への転向を決意したことを、きっかけに、斎藤が、 竹内の希望を優先した結果、コンビを有効的に解散した。斉藤の没後、竹内は解散後も交流を続けていたことを、斉藤への追悼と合わせ、自らのツイッター内で明かした。また、2002年には、テレビアニメ、満月を探してのオーディションを受け合格。アニメ版の設定においては、バイク事故で死亡して、死神となってしまった、少年、タクト。 キラの声を本名名義で担当し、声優としても知名度を上げる。同番組の企画 CD では死神、タクトキラ、人間名、キラタク人、キラタクト役で、歌、エターナルスノーを披露し、これが、初めての歌の仕事となった。コンビ解消後、ピン芸人としてのネタを模索していたところ、口日のスケバン・オーソレコが作られた。その後、 エンタの神様プロデューサーの提案もあり、桜塚や君と解明した。2007年1月10日には、人と不可視の紹介で、フジテレビ、笑っていいとも、のテレフォンショッキングに初登場し、ここに出るのが夢だったと喜んだ上、他コーナーにも登場するなど生放送終了まで、出演した。当時、テレフォンマイナスのゲストが番組終了時まで残ることは、あまりなく、 珍しいことだった。同年4月に公開された映画名探偵コナンコンペキの棺では、その応援団として宣伝も兼ねて4月21日に阪神対巨人戦甲子園で死球式を行い、阪神ファンであることを明かした。しかし、同年12月に喉のポリープの切除手術で入院したため、同年終盤からスケジュールを開けていた。 2008年より、上田工房、上田博美として、俳優活動を開始する。2010年10月16日をもって、これまで所属していた、トップコートを退所し、自ら会社を立ち上げたことを、ブログで報告した。2011年1月11日放送の、アラビ期間では、つぶらやプロに500万円かけて発注した課中の衣装をまとって、ネタを披露したが、内容は、 親父ギャグだった。同年3月24日、順号官容疑で書類送検されたと報じられた。ヤックンはブログにて、事実無根の内容が一部報道されているとし、今後一切僕が逮捕されることや起訴されることもありません。とべたほか、弁護士を通じて、警視庁の捜査関係者宛てに名誉毀損を訴える、法的措置を取る意向を明らかにしていた。同弁護士によると、 女子大生との時短の有無については答えられないとのこと。この騒動がきっかけで仕事のスケジュールがバタバタとキャンセルになったという。2006年7月19日、歌手として自身が作詞した劇マジムカツクで CD デビュー、作曲、アンちゃん、セックスマシンガンズ。同年10月18日には、セカンドシングル、1000%SO ザクネを発売。 タイトルは、渋垣隊の 100%SO かもね。と、当時の若者言葉のうざくね。を合わせたものである。なお、その年の NHK の紅白歌合戦に、個人男性としては、前年のゴリエに次いで、史上二人目となる赤組としての出場が報道されて、いたが、歌手の出場者としては選ばれず応援ゲストとして出演。年、TBS 系の音楽番組。 ミュージックバースの中で結成されたバンド美女メンベロッサムあとに美女メンゼットへ改名のボーカリストとしての活動を開始する。高見沢敏彦プロデュースのもとシャスナのカバー曲であるメルティラブにてバンドデビューを果たした。2013年10月5日山口県三重市東厚町の中国自動車道下り線伊佐パーキングエリア付近で 自らがハンドルを握って、トヨタハイエースを運転していた際に、中央分離帯に衝突する単独事故を起こし、車外の路上へ出たところを、後続車にはねられた。その後病院へ搬送されたものの、同日18時16分に、心臓破裂により死亡が確認された。同月6日に、熊本県荒尾市の荒尾シティモールで開催される予定だった美女メンズのイベント出演のために、移動中だった。 彼の不法に対し、遺族やファン、元相方の竹内のみならず、鉄拳、広し、カンニング竹山、陣内智則、カ野秀隆、芋洗い坂係長などのお笑い芸人や、アニメやゲーム作品で共演経験のある、折笠富子、舞子、稲田徹、尾小恵美などの声優、エンタの神様プロデューサーのゴミカズオや、名探偵、 コナンプロデューサーの諏訪道彦など、番組スタッフ、ゴールデンボンバー、美女メンのデビューシングルの原曲を歌ったシャスナのもと、フロントマンのアイーゼムなど、ミュージシャンや歌手、満月を探しての原作者である漫画家の種村、雄ーといった前に、交流のあった人々から、役ックの公式サイトや記者会見、ツイッターやブログなどを通して、哀悼の念が多数寄せられた。ツヤは、同月8日、 国別式が翌9日に行われ、通夜、国別式については密葬で行われた。改名は、全徳院、康志悟る悟し悟氏小児。家は、女装や芸人の姿ではなく、斎藤康夫としてのプライベート姿の写真が、用いられた。生涯独身だった。2013年12月7日には、エンタの神様大爆笑の、最強ネタ大大連発 SP で、 司会の福沢明と白石美穂が追悼コメントを読み上げた後、生前に番組内で披露したネタの総集編が放送された。また、同年10月21日にはニコニコ生放送で、追悼特番、男の娘だよ。全員集合。に、芸名の名付け親でもあるゴミと番組プロデューサーの金子正夫が出演した。ミネ IC ミネ西 IC 館の現場は以前から、 運転の難所とされ、県警やネクスコ西日本はこの事故を機に、同区間で路面のカラー補走化などの事故防止策を強化した。その後、事故数は前年に比べて半減するなど大きな効果を上げているという。2014年に岸田健作とディアーラビンのマサが亡くなった場所に桜の木を植えるプロジェクトを立ち上げ、2015年4月に目標金額の募金が集まる。 2016年3月25日には、ミネ市のミネ桜公園に、ソメイヨシノの食事とモニュメント設置がなされている。墓所は、神奈川県川崎市玉区の春秋園にある。2014年5月に、兄のブログを通して公表されている。桜塚の没後もしくは不祥事における、交板後、持ち役を引き継いだ人物は、以下の通り。ふとは、 メインキャラクター、2002年、2005年、2007年、2008年、2009年、2010年、桜塚薬君くん名義、斉藤康夫名義、斉藤康夫名義、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。